新潟県選挙区 NHK から国民を守る党小島忠文43歳群馬県立伊勢崎商業高校中隊運送会社社員インターネット配信団体 DON 代表では 小島忠文さんの政見放送です。新潟県にお住まいの女性の皆様、はじめまして。NHK から国民を守る党、公認候補の小島忠文です。僕たち NHK から国民を守る党は、NHK をぶっ壊すと常に YouTube や動画投稿サイトで言っています。NHK をぶっ壊すとは一体どういうことなのか、 簡単にご説明させていただきます NHK にスクランブル放送をさせることなぜ NHK にスクランブル放送をさせることが必要なのかそれは NHK の受信料問題がかなり不平等不公平な制度になっているからです NHK 見ている女性の皆さんいますか ?NHK は見ていなくてもテレビがあれば金を払え契約しろと言ってくるんです もし皆さんが買ってもいないものにお金を払えと言ったら言われたらお金を払いますかでも NHK は見ていなくても使っていなくてももしかしたらテレビがなくても契約しろと言われている方もいるんじゃないですかねそういった新潟県にお住まいの女性の皆さんを何とかしたい何とか助けたいと私は思って今回この参議院選挙 新潟選挙区に立候補させていただきましたそれから NHK には数々の問題や不祥事犯罪が起こっています一つだけ言わせていただきます3年前 NHK の職員男女のアナウンサーが不倫路上カーセックスをしている事件があったんです皆さんご存知ですか 不倫路上カーセックスですよなんてやらしいんでしょうかねカーセ,セックスがしたいのならホテルに行けばいいじゃないですかわざわざ路上でしなくてもいいのにそしてその男性アナウンサーは今もノーノーと NHK 職員をしていますですが女性アナウンサーは退職しているんですこれパワハラとかセクハラじゃないんですか 新潟県にお住まいの女性の皆さんそんな NHK 許せますかそうそう僕たち NHK から国民を守る党のもとには毎日毎日 NHK の受信料のことで困った方 NHK の集金人に訪問されて困っている方の声が電話で毎日届いています泣きながら僕に電話をしてくる高齢のおばあちゃん奨学金をもらい アルバイトをしながら毎月毎月ギリギリの生活費で生活をしながら勉強をしている大学生の方そういった方から NHK の受信料を何とかしてくださいテレビがないのに契約させられちゃったんですけど何とかできませんかそういう声たくさんいただきますもし新潟県にお住まいの女性の方でそういった NHK のことで困っていることがありましたらぜひ NHK から国民を守る党小島忠文までご連絡くださいいつでもお電話お待ちしています電話番号は090-9328-8099です090-9328-8099ですいつでも24時間365日新潟県にお住まいの女性の皆さんのお電話お待ちしています今こそ 公共放送である NHK の数々の問題に対し取り組み続けてきた党代表、元 NHK 職員、私たちの NHK から国民を守る党の代表である立花孝を筆頭に一人でも多くの今回の参議院選挙で当選をさせていただきたいと考えております NHK から国民を守る党は NHK の諸問題を解決し 必ずスクランブル放送を実現させますまたそのスクランブル放送が実現した折には回答することをここに公言させていただきます NHK 問題に特化したワンイシュー政党として誠実にその使命を果たすことをこの場でお約束いたしますでは参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊すスクランブル放送を実現して NHK をぶっ壊す スタジオの皆さんもご一緒に NHK をぶっ壊す。誰もやってくれませんね。では、テレビの前の皆さんもご一緒に NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。NHK から国民を守る党公認候補小島忠文でした。新潟県にお住まいの女性の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 新潟県選挙区 NHK から国民を守る党小島忠文さんの放送でした。